こんにちは、フェイ君です。今日はですね、またお家での撮影なんですけど、僕キリギリスを飼ってるんですよ。でキリギリスを飼育してみるっていう動画とかも、まあ多分今3本ぐらい出てると思うんですけど、その飼育のね状況報告みたいな感じで、でキリギリスの他にもう一匹ね、まあ、もう一匹とかもう一種類、まあ、飼育してるのがいまして、それがねなんか黒いキリギリスみたいな、ヒメキリギリスみたいな名前だったかな、だと思うんですけど、まあ、そんな感じのキリギリスを僕は飼育してたんですよ。でまあ何気なくねこう飼育のやつを見とって、でそれでこの子結構ね死ぬんですよ。まあ僕その捕まえてくるときに大体まあ3匹から4匹くらい捕まえてきて、はい、そしたらまあ大体さこう、あこういう飼育がいいかな、こういう飼育がいいかなって試してるうちに、やっぱそのネットの情報とか見ても、まあ、その情報がね、まあ、その生き物に、その人が飼ってるそいつにだけ合っとっただけで、実は俺が飼ってるやつに合わないとかそういうのがあったりするんで、僕もそういうのを試しながらね、いろんな人の YouTube とか、そのブログとか、その虫のやつとか調べてやってたんですけど、でこの子ってキリギリスとかも、まあそういう風になるだろうなと思って、だから結構自分の中で、あ、これがいいかな、これがいいかなっていうのを試しながらやってたんですよ。で、まあ、そのこの黒いキリギリスみたいな子なんですけど、まだまあちょっと映すのはちょっと待ってね。その子が、まあ、黒いキリギリスみたいな子がね、まあ、ヒメキリギリスですかね、まあ、ちょっと黒いキリギリスってこの動画で呼ぶんですけど、その子が4匹ぐらい捕まえてきて、まあ今残り1匹だったんですよ。まあ死んじゃって、3匹死んじゃって、で残り1匹になってて、なんか難しいのかなとか思って、キリギリスとかはもう普通にね成虫になりそうなもうやつの方が多い中で、この子だけうまくいかないことがよくありまして、まあ、うまくいかなかったんですよ。で、残り1匹になってて、その残り1匹がですね、なんと、死んでしまいました。で、まあ、その飼育ケースを見せるんですけど、はい、飼育ケースこちらなんですけど、まあ、ここにね、映ってますよね、これ。これも死んじゃってるんですよ。で、多分そちら側から、カメラにはちょっと見にくいと思うんですけど、これま、近づけるとね、わかると思うんだけど、こう、なんかさ、白い糸みたいのが落ちてるのわかるかな？そうなんです。この子。多分だけど、寄生虫に殺されました。いや、こんなことが起こるとは思わなかった。いや、わからん。もしかしたら寄生虫じゃないかもしれないんですけど、僕が調べたところによると、寄生虫。まあ俗に言うハリガネムシってやつですかね、だと僕はちょっと感じているんですけど、まあ、ちょっと開けますね。死んじゃった子はこちらなんですけど、こんな感じの黒いね、まあ、多分ヒメキリギスかなんかだと思うんですけど、この子なんですけど、まあ、飼育してて、まあね、ちょっと様子がおかしい感じがしたんですよ。なんかね、でこの子はその生き物の名前が僕も今わからない感じで、その大人になったら生き物の名前ってわかるだろうと思ったんで、大人になった時に、まあ、全部ね、YouTube をフルで見せようかなと思って、まあ、取りだめてる分とかもあったんですけど、まあ、なくなっちゃったんで、もうここで締め、もう、どうしようもないと思ったんで、ここでお話しようと思って、動画にしました。で、この子、まあ、その、捕まえた時から、なんかおかしくて、なんか、妙にね、ふらふら歩き回るんですよ。いや、なんか、その、キリギリスとかを何匹か飼ってたんでわかるんですけど、なんか、すごいね、こう、キリギリスとかって、こういう風に、こう、これでね、まあ、ネットをつけてるからわかると思うんですけど、こういう、まあ、バッタ系統っていうのは草木に捕まったりすることが多いので、こういう風に横にね、横につくことが多いんですよ、背面側に。なんですけど、この子は、なぜか地面にいることの方が多くて、でもまあ、僕もね、まあ、そういう種類なのかなとか、そういう種類のキリギリスというか、まあ、キリギリスの仲間なのかなっていう風に僕は感じていたんですよ。なんですけど、まあ今日、飼育ケースをね、まあ、心配なんですよね。やっぱこういう風になんかおかしな動きをしてる子って。だからおかしいなとか思いながら、飼育ケースを見てみたら、まあ、この子はこんな風に倒れていて、死んじゃってたんですよ。はい。でですね、まあそのさっき言ったその寄生虫というか、がですね、僕、まあこんな風に、まあこれは、昨日入れたキャベツなんですけど、昨日まで生きたんですよ。で、昨日入れたキャベツなんですけど、この真ん中あたりかな、真ん中の奥あたりに、ちょっと若干、この辺、この僕の親指のラインぐらいにちょっとなんかこうくるくるっと巻かれたものがあると思うんですけど、これがあるんですよ。まあ、で僕はこれを見た時に、ああもうこれはあれしかないなと、はい、あいつしかいないなと思ったんですよ。ハリガネムシですね。わかりません、まだもしかしたらそのこれを見ただけで僕はハリガネムシっぽいなと思っただけで、
ハリガネムシじゃないかもしれないんですけど、ちょっとなんか絡まってんな。まあ、大体4匹ぐらいですね、これ入ってたのが多分。はい。こればらけてるのが3つしかないんですけど、これ 4匹ぐらい。ちょっとピンボケするな。こんな感じのね、もういかにもハリガネムシみたいなやつの幼虫的なのが入ってて、入ってたみたいで、そう、これがね、僕こんなの入れたいんですよ。もちろんキャベツの中に。キャベツの中にこんなのもちろん入ってなかったし、もともとこの飼育ケースは新品で買ったものなので、何かを使った後の飼育ケースもなくて、このキリギリスの黒いやつとキャベツしか入ってなかった飼育ケースの中に、こんな感じで寄生虫みたいなのが入ってたんですよね。僕もこのハリガネムシとかそういう寄生虫系は動画にはしようかなとは思ってはいたんですよ、いつか。で、まあ、大体カマキリとかを調べればそのハリガネムシが出てくるので、カマキリとかを使ってそのこういう風な動画を作ろうかなと思ってたんですけど、まあ、まさかの僕が飼育してる子がね、まあ、寄生虫というか、まあ、ハリガネムシに寄生されててこういう風になりました。まあこのねハリガネムシもまあ見たらわかると思うんですけど、子供なんですよ。ほら、まあ、ホラーとかちょっと伝わるかわかんないんですけど、この子も全然ちっちゃくて、ハリガネムシって全長で15センチとか、そういう風になったりするぐらい大きな生き物になるんですけど、この子はまだもう、何センチだろうな。まあ、ぐるぐるってなってるけど、まあ、細さもね、めちゃめちゃ細いですし、ちょっと、めちゃくちゃ見えにくいね、これ白いし。細いですし、長さもね、多分そこまでないと思うんで、まあ、夫のハリガネムシじゃないんで、まあ、僕がね、ここで殺してしまったと言っても過言ではないんですけど、まあ、難しいですね。まあ、結局この子は仮にね、まあ、僕がうまいこと飼育したとしてもこのハリガネムシに殺されてしまったっていう運命だったんで、まあ、なんとも言えない気がするんですけど、少しまあ寂しいというか悲しい気持ちで、僕の能力不足かなって感じる部分がこうなんかあるようなないような気がしますね。はい、ということで本日は僕が飼育してるキリギリスが寄生虫であるハリガネムシに寄生されてしまったという動画でした。まあ、正直ね、僕はこの黒いキリギリスが何の仲間かわからないまま、まあ、なんていう名前かわからないまま終わってしまったんですけど、そう、この子は成虫になったら、その生き物、この子の名前がわかるだろうと思って育ててたんですけど、そのわからないまま終わってしまったんですけど、よかったらコメントで教えてください。まあ、これがね、もしハリガネムシじゃないよっていう人がいたらね、まあ、もしよければコメントでお願いします。いやーもうね、なんか、こんな風なことも起こるんで、皆さんはね、こう、キリギリスとかカマキリとか、そういうのを捕まえるときはね、肉食性の昆虫を捕まえるときは特に気をつけてみてください。こういう風にね、ハリガネムシとかが寄生していることがね、まあ普通にあるので、なんか周りにじゃなくて全然普通にあるので、気をつけてみてください。それでは、今日この辺に終わっていきます。おつらく、バイバーイ。